外国人優遇政策、私全部やめますから。東京都はね、中国人の面倒見るの仕事じゃないんです。東京都民の面倒見るのが仕事なんです。来年の4月から東京都は新築住宅にソーラーパネルの設置が義務付けられます。これなんかもですね、日本人の生活を犠牲しながら中国を助けるって話です。これソーラーパネルが住宅につけば住宅の値段は200万も300万も上がるわけですよ。そしてこのソーラーパネルの 90% 以上は中国で作ってるんですよ。東京都民のその犠牲の上に中国を儲けさせる、こんなことをなんで小池知事は決めたのかと私は本当にね、憤りを感じますよ。本当にもし中国人が日本の施設を買うときはね、税金をね、もう5倍ぐらいかけたらいいんです。本当に都民のためにやることがいっぱいあるのにですね、日本の政治、東京都との政治がなかなかですね、その都民のための政治にならない。なぜ戦後の教育が悪いからだと私は思ってるんです。東京都の教育で私は直すべきだと思うのが2つある。1つは歴史教育です。日本は素晴らしい国なんだ。だから素晴らしい国、この伝統文化を伝えていかなきゃいけないという歴史の教え方をしないと、みんな総理大臣になっても自虐視感を持って総理大臣になっちゃう。そうすると大臣になってもみんなそうだとなるとですね、外交交渉でもですね、もうおじけづいて物を言えないんですね。言われるともう謝るだけ。もう日本の外交、本当見るべき成果ほとんど上がってないですよ。みんな負けっぱなしみたいな、言われればそれを飲むと。でこれね、やっぱりその自虐視感があってですね、政治家がみんな病気にかかってるんです。この病気を治さないとダメです。ああ、そう、最近ですね、私この病名が分かったんです。問題回避症候群という病ですよ、これ。問題が起きるとね、対処しようとしないんです、リーダーが。リーダーの役割っていうのは、なんか緊急事態が起きた時に先頭になって戦うことですよ。で、自分は傷だらけになっても、後ろについてくる人たちのために戦う。これがリーダーの役割。しかし今日本では何か起きると、リーダーはすぐ謝って、すいません、うちのあいつが悪いからと。こういうスタイルですよ。これではね、部下もね、安心してついていけない。これが結局日本の弱さになって、組織の弱さになる。リーダーを信用できない。いざとなったら決して守ってくれない。だから日本の国は外国で逮捕されたり、拉致されたりしたらね、全く守ってくれませんね、今日本人を。こんな政策あるもんですかと私は思うんですよ。だから日本人を一人でも拉致したら、その犯人をね、血の果てまで追いかけても取り返すぞというぐらいの、その迫力のあるリーダーが出ないとね、今後ともこういうことは続きますよ、本当に。東京都の教育で人間を作る教育がね、それがちょっと十分なされていないと私は感じてます。というのは教育の根本は知識を教えることではないです。勉強ができるようになればいいということではないですと私は思います。人間を作ることこそが教育の基本です。だから道徳観、倫理観をわきまえた、人に困った人には優しくできるとか、そういった豊かな人間性を持った人間を育てることこそが教育の根本です。この教育が戦前はなされていました。で、日本の国民性というのは世界から敬意を払われていたんです。素晴らしいということで。これが戦後どんどん教育やらないから失われてきて、最近だから変な事件が起きます。なんでそんなことするんだろうというような事件を若い人たちが特に起こしますよね。これはやっぱり人間を作る教育をやってないから。だから私は教育直後とか終身の教科書とかを東京都の教育で復活させたいと思ってます。そうすると、このいわば左を向いてる人たちはですね、この教育直後、右翼的だ、軍国主義的だとか言うわけですよ。終身の教科書は右翼だとかですね。でも彼らは多分読んだことないんです。何が書いてあるんですか。教育直後に書いてあるのはね、まず親を大事にしましょう、夫婦仲良くしましょう、兄弟仲良くしましょう、困った人がいたら助けてあげましょうとか、そういうことが書いてある。ごく普通のことですよ。これが右翼的とか軍国主義的であるわけがないじゃないですか。で、日本はね、今みんな左行き過ぎてますから、左が正しいとみんな思ってるんですよ。右が正しいんだ、右が。そうでしょ。アメリカでだってね、 You are right って言うんだ、正しいことは。で、この教育直後は実はですね、マッカーさんがこれ関心をして、こんな立派なもので日本人を教育されたらまた日本が強くなってしまうということで、これを GHQ が占領下で廃止をさせた、国会決議で廃止させたんですね。そしてマッカーさんはこれは素晴らしいということでアメリカに持って帰った。
だアメリカで今、ザ・ブック・オブ・バーチューという本がある。聖書の次に売れて3000数百万部アメリカで売れてるんです、これ。日本に禁止しておいて自分を持って帰ってアメリカで使ってるわけですから。本家本元の日本で廃止されたまま、諸外国で使われてる。これを私は取り戻すべきだというふうに思ってます。都民の安全で豊かな暮らしを守るのは、都知事の責任です。だから私は全力を持って、皆さんの安全と豊かな暮らしを守りたいというふうに思います。どうか皆さんの力で、この公約を実現する能力があるのは、鴨神だということで、鴨神特徴だということで、他の候補に決してないわけです。小池さんも8年やったけど、何回良くなりましたか。何にも良くなってない。政治やってないのと一緒ですよ、これは。私、必ず皆さん、期待に応えます。東京都民の皆様、どうか。